はい、ワードツー。まあ、さっきの枠の後半で、その生活保護制度っていうのが何なのかっていうのが、いまだにその分かってない人たちがいるんで、生活保護を語る上で、基本的にね、みんなに覚えておいてもらいたいこと、生活保護を叩く主な原因っていうのは、その生活保護制度を知らないから叩くっていうことになってると思うんですよ。だから制度とか法律とか税金とかいろんなものをひとまとめにして語っていこうと思います。頭痛、もう頭痛いね。要は知らないで叩くのと、知っていて法的にここは不備があるっていうのを指摘をするのは全然違うから。うん、 OK。 でまず、この国は法治国家です。この国は法治国家です。要は法律は守らないといけません。で、法律の上位概念に憲法がある。どういうことかっていうと、まず、民主主義って何なのかっていう話になるんですよ。昔日本っていうのは、政治っていうのは殿様、侍がやってたわけだ。殿様がやってて。要は江戸幕府とかがやってたわけでしょ？わかる？政治をやってたと。庶民っていうのは決定権がなかったの。だからトップダウン式っていうんだけど、殿様が決めたことを全員で守るっていう感じで。のんたん後ろに寝てるよ。ここまでは OK。で、戦争で負けたわけだ。まあ、明治維新とかいろいろあったんだけど。で、国民主権って教わってるはずなの。要は、民主主義って何なのかっていうと、民がメインの主義でしょ。要は、国そのものの政治そのものっていうのは、民が行うべきであるっていう考え方なんですよ。独裁的な感じ？うん、まあ独裁国家だったんだよね。社会主義に近かったの。日本ってもともと。こんなの中学生で教わることなのよ。民主主義、国民主権とは何なのか検索してください。簡単に言うと、国民が主権を持ってますと。ね。で、今度、国民主権で、じゃあ政府って、国とは違うんだよ。国っていうのは国民のことを言うの。国民の集合体のことを国っていうの。で、みんな国と政府をごっちゃにしてるのね。まず国民主権だから、国そのものは国民であって、この国の主権っていうのは、国民が持ってる。民が持ってる。ここまで OK だったら手を挙げてください。小学生でも中学生でも習うことです。ここまで OK？ 理解できた？うん。次のステージっていかないと、一個一個を理解しないと全部わからないから。OK？ みんな OK？で、後に掘り返って質問やめてね。バカすぎるから。一個一個整理していこう。OK だったら皆さん手を挙げてください。国民主権。この国っていうのは第二次世界大戦戦争の負けた時にそうなったの。つまり、民主主義が始まったの。余裕だよね。ここまではバカでもわかるんだよ。で、今度、国民主権だけど民主主義の国っていうのは何を採用するのかっていうと、投票制っていうのを行います。これが選挙です。簡単に言うと三権分立とかいろいろあるんだけど、まあ、ざっくり言うと政府のね、法律を決める代表者を決めようと。だけど、ルールが明確にないとダメでしょ？国民と国民を代表する政府の間に約束事を交わそうと。国とか政府を作る前に。わかる？これが憲法なんです。だから法律より上の概念なの。だからどういうことかっていうと、日本国民と政府の約束をしたのが憲法なの。あなたたち代表とかに、この国っていうのは我々が主権を持ってるけれども、あなたたちが代わりに、ね、政府、要は自衛隊、警察とか権力を持ってくわけじゃん。を持たせる代わりに、ね、国自体、政府自体がこれを国民と約束してくださいねっていうのは憲法なんです。ただ、ここが重要。日本国憲法は世界的に見て不思議な憲法なんです。本来は国民が政府に対する命令書なの。要は約束、契約書なのね。だから政府が守らないといけないことが書かれてるのが普通の憲法なんですよ。OK？ 要は国民が政府の側に対してお前らこれ守れよって言ってるのが憲法なの。だけど日本国憲法が世界的にちょっと異例なのは、三つの義務条項っていうのがあるの。これは日本だけなんです。義務条項。はい。じゃあ皆さんお願いします。日本の国民の三大義務。憲法に書かれてる三大義務を書いてください。
でもこれ習ってるはずだから全員書けるはず。どうぞ。書けねえの？大丈夫？大丈夫かよ、もう。だからこのレベルなんだって。小学生、中学生のレベルなんだって。三大義務も話せないからわけわかんなくなってんだよ。そう、教育、納税、労働。つまりみんな憲法って言ったらまず最初に教育、納税、労働の義務って始まるでしょ。勤労、そう、勤労なんだけど、労働じゃなくて教育、勤労、納税。これちなみに教育っていうのは教育を受けさせる義務だから、学校に必ず通わないといけないんじゃなくて、子供が学校に通いたいって言った時に断る権利が親にないっていう意味なのね。ここも結構間違えてる。つまり日本国憲法って言われたらみんながイメージするのって教育、納税、労働なんだけど、そうじゃなくて膨大にある憲法の中で国民を制約するのが3つしか入ってないの。要は教育と納税と労働だけは例外で国民守ってくださいねっていうのが日本憲法の特殊なところなの。OK？ ここまで OK だったら手を挙げてください。憲法っていうのは法律の上位概念で国家と国民の約束事だっていうのを理解できた人手を挙げてください。で、ここで意見がある人は先に言ってください。もうこういうくだらないことで揉めたくないから、ここまで文句ないっていう人手を挙げて。文句ある人は今のうちに言って。 OK？ 質問でも何でもいい。次のステージ、次のステージってゆっくり解説していくから。全員 OK？うん。じゃあ憲法と法律の違いを言います。じゃあ国民が政府を、要は国の運営機関として政府を設ける代わりに、代表者、民主主義で投票で決めるんだけど、政府が権力を持つわけだ。だからルールを引いたのが憲法で、憲法っていうのは国民と政府が約束してる、そのこの大原則を守りながらルールを作るのが法律なの。だから下位の概念なの。憲法の下にあるのが法律で、法律を守らないといけないのは国民なんです。全国民なの。これ OK？ OK？ 憲法があって法律がある。で、法律っていうのは国民全員が守らないといけないの。で、法律を作るのが政府なんです。簡単に言うと憲法改正とかも、あ、もちろん政府がやるんだけど、基本的には憲法を変えるのは国民なんです。中学で習った。OK？ はい。意義なしでしょうか、こっから。次行ってもいいですか。 OK。 法律と憲法、憲法の方が上位概念だっていうの分かった。 OK。 国民主権であったり民主主義であったりとか、憲法が何なのか分かったでしょ。 OK。オッケーね。で、じゃあだ、国っていうのは何を決めるかっていうと、刑法であったりルール、国民が守るルールを決めるわけ。要は人を殺したら何年懲役ですとか、詐欺をやったら何年ですとか、銃刀法、この国では銃刀法を持っちゃいけませんとか決めるのが国。じゃあ決める人は何なのか、政府。じゃあ政府の人間をどうやって決めるのか、国民。オッケー？分かってきた？で、憲法っていうのは国民と政府が約束してる。本質はよ。じゃあ、憲法に何て書かれてるかっていうと、憲法第25条っていう、いろんな項目があるの、憲法。国と政府の約束。憲法第25条を見ましょう。いきますよ。もう、馬鹿臭いよ、ほんと、俺としては。こんなの小学校で習ってるのに、なんで説明しないといけないんだよって。っていうか、これがわからないと生活保護の議論なんかよくできたなっていう。もうバカバカしいよ、俺は。本当に。こんなのもわかってない奴に文句言われたくねえわ。生存権、その通り。日本国憲法第25条は、日本国憲法第3章にあり、社会権の一つである生存権と、この国の社会的使命について定義してる。OK？ 要は、国民がこれ、日本国っていうの、政府をやらせてあげる代わりにこれだけは守れよっていうのが、この国を運営する側の25条に決まってるんです。それが25条がこちらです。すべての国民は、ここには働けない人はとか障害者はとか一切書いてないです。ここが重要なの。すべての国民は、要は日本国民はって意味です。
はい、リッスン。すべての国民は、こう、障害者はって書いてない。働けない人はって書いてない。気違いはって書いてない。すべての国民は、すべての国民はね、ここ重要だからみんな覚えといて。すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面でいいのかな？部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。リッスンだよ。書いてあるじゃん。OK？ もう、国を運営させる代わりに、ルールは好きに作っていいけれども、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。これを保障するのが日本人なの。日本の国家なの。これが生活保護の基盤になってるの。文句があるなら、生活制度に文句があるなら、国会議員になったら憲法を変えなさい。俺に文句言うな。以上。この国のルールなの。OK？社会主義じゃ全然ないわ。うん。OK？ うん。どうぞ。はい。以上です。生活保護の話は。書いてあるんだから、憲法に。で、憲法に文句があるっていうことは、この国に適さないから帰れって話だから、他に行けって、北朝鮮に行けって話なのよ。うん。でしょ？借金じゃなくて、国が約束をしてんの。うん。なぜだろう、憲法知らないバカなの。バカなの。小学生で習うことを理解してないバカなの。生活保護なんてアホだって言ってんだったら、この国から出てけって話なの。この国はそのためにやってんの。生存権がちゃんとあるの。うん。OK？ グーの根も出ないでしょ。うん。以上です。新しいフォロワーさん紹介します。スイートラバーさん、フォローありがとう。この国のルールうんぬんっていう話で生活保護受けるやつに文句言ってんじゃないと思うけど、んー、どういうこと？うん。まとめに税金払ってる人は生活保護でちゃんとお金を使ってない人に対して頭をくる。生活保護でちゃんとお金を使ってない人って誰なのかを知りたいの、俺は。誰なの？そうさ、みんな見えない誰かとか、メディアで報道されてる誰かに対して怒ってるのであって、生活保護って、不正受給率ってどれくらいなのかとかを知ってて言ってるのか、何件に1件怒ってんのか、受給者に対して。で、普通の国民に対してどれくらいの割合で怒ってるのか、ちゃんとデータで語ってる人を俺見たことがないの。うん。感情で言ってるようにしか思えないんだよね。楽にもらえるお金なら欲しいとかじゃなくて、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するって書いてあるのよ。うん。そのバカどもがこの憲法を変えようとしてますね、和道さん。いい法律だと思いますかね。いや、俺は別に法律を変えようとする動きは悪いことだと思ってないから、生活保護なくそうだったらなくそうでいいと思うの。ただ、現実、世の中で行われてるっていうのは、生活保護者叩きをやってるだけであって、彼らは憲法に則って、国民としての権利を実行してるだけなのよ。不正受給はダメよ。不正受給はアウト。詐欺罪だから。ただ、生活保護をもらうことは何も悪いことではないと思ってる、俺は。うん。ゆいがさんの不正受給全然興味ないですね。まあ、官僚の方が不正なお金いっぱい受け取ってるけど、そう、そっちの方を叩かないのがよくわかんないんだよね。漁師なんかも稼げない時期で貯蓄できない人とか、その稼げない生活保護を受けたりする。そう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 。国の制度なんだよ。日本国民以外で受けてる人たちに怒ってるんじゃないの？わかんない、俺は。何に対して怒ってるのかがよくわかんないんだよね。多くの人はそんなことに文句があるわけじゃなくて、それを受給しているふりをして、え？享受しているふりをして不正をしている奴らに不満があるのでは。それを誰かを一般国民が調べる必要はない。なぜならそのための機関が存在するからです。俺が怒ってるのは、外国人が受け取ってることに関しても、
全然文句ないし、不正受給をしてる奴らを叩くのは文句がないと思うんだけど、制度を理解してなくて文句を言ってる人たちに対して俺は怒ってるんだよ。これを議論するのは管理者。管理者って誰のことだろう。生活保護の寮に外国工事で行ったことあるけど、午後になるとみんなパチンコ行ってたよ。パチンコ行ってもいいんじゃないの別に。働かないでお金をもらってることに怒ってるんだと思う。いや、だから、そこなんだよ。俺が一番言いたいのは。俺が思ってるのは、低所得者層が多くなってるからこんな問題になってると思ってんの。生活保護の問題と低所得者層って一番近い位置にあるんだよ。でしょ？で、昔は、その500万、600万稼げるのが中流層っていうのが一番多かったから、それ以外に外れた人っていうのは生活保護もらってたけど少なかったわけじゃん。だけど、アルバイターとか派遣社員とかがどんどん増えていって、なんか生活保護よりも豊かじゃない人が増えちゃったの。本来受給されるベースの人が増えてて、もらってないと、プライドがあって。で、生活保護も増えたと。この底辺の二人が争ってるだけに見えんのよ。そうじゃなくて、俺が言ってるのは、生活保護受給対象の国民はちゃんと受けろって言ってんの。それで国家が破綻するって言ってるやつもいるけど、国家なんか破綻していいんだっつってんのよ。税金払ってるんだから。本来、だから強制的に所得が足りない人に振り込むべきなんだよ。ギャンブルで儲けた利益は申請しないといけないの？そうだよ。そう、小泉の派遣法、そう、小泉竹中政策の間違いが今付けが回ってきてるの。俺はだから豪華の太陽さんと全く同意見。今後の議論されるであろう事項は健康で文化的の定義だよね。ギャンブルがありかなしか。っていうか、俺はそんなことよりも、考えられないのが、なんで俺はギャンブルやっていいっていうかっていうと、パチンコやっていいかっていうと、あれはただの遊技場ですっていう風にもう法律で決めちゃったの。最近日本にはパチンコなんていうギャンブルは存在しないと。たまたま1000円で遊技場ゲームセンターがあって、たまたま景品で金をもらって、たまたま近くに金の交換屋があるだけで、あれはギャンブルじゃないって国が認めちゃったんだから、俺はパチンコの方が悪だと思ってるから、だったらパチンコは遊戯場だって言い張るんだ、生活保護もバンバンやればいいじゃんって。ただそれで生活が成り立たなくなったら俺は知らねえよって話。うん、生活保護受けてるやつが多い場所は困惑してるのは事実じゃないかな。生活保護受けてるやつが多い場所は迷惑してるのは事実。どういうこと？生活保護に対してああでもないいう連中に限って大した納税してない。そうそうそう、低所得者層が羨ましいっつって、俺は働いてるのにっていう、やっかみから来てるような気がするんだよね。うん。だからパチンコを違法化できなかったわけでしょ。うん。そっちの方が問題あると思うよ。日本はアメリカの真似ばっかするからこうなった。うん。生活保護を受けてる人が多い地域が どうなのかがごめんよくわかんない。話それるかもしれないけど、生活保護をもらわないように必死に行動してる和道さんを叩く意味がわかんない。いや、俺はなんかしょうがないと思ってるんだけど、俺はもうやめたから、配信やめて生活保護もらい続けろってことなのかな。いやいやいや、なんか俺は今怒ってるのは俺に対してどうこうっていう議論じゃないのよ。もう叩かれてない、正直言うと。和道よく頑張ったって、お前努力してよってみんな言ってくれてるから、もう俺への叩きは終わってるんだけど、そうじゃなくて、生活保護に対する誤解が多いと思ってるんだよね。今だから実際俺のこと叩いてる人はいないじゃん。この200人ぐらいいる中で。日本は年功序列で世界でも珍しく、国民の労働条項が保障されてたのに派遣法のせいで崩壊したね。本当は最低賃金がもっと上がれば多数派の人は生活保護、そう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 、肉と全く同意見で、東京都内だったら俺は最低時給を1250円ぐらいに上げるべきだと思ってんの。で、どうしてかっていう論拠は、まあそれだと中小企業が潰れるとかあるんだけど、大企業に回してる助成金とかは中小に回せばいいだけだから財源は確保できると思ってるんだよ。で、例えば12,500円、2時間だと2,500円だから、4時間で、1万円になると。で、22日勤務で22万稼げるわけじゃん。だってさ、生活保護抜けるのに22万月収手取りで用意してくださいっていう風に俺言われたのよ。
生活保護で現金は13万もらってるけど、22万ないと国民年金とか医療費とかが払えないっていうことを国が提示してるわけじゃん。っていうことは生活保護の方が22万以下の人たちよりもいい生活ができちゃってるっていう法の穴なんだよ、これって。法整備ができてないのね。だったら最低賃金っていうボトムをもっと上げないと生活保護者で溢れちゃうじゃん。だから本来生活保護の対象の人たちがもらってないからやっかみが起こってるっていうのが俺の考え方。最低時給1500円が上げられるはずだけどね。俺もそう思ってる。うん。それくらいになったらこの国のバランスって良くなるし、生活保護者、俺も働こうってなると思ってる。うん。生活保護を受けてる人間が多い地域に住む。他人の人らは迷惑してるのは事実って意味。どういうことだろう？それがよくわかんないな。そうそう、働いてる低所得者層が、その、なんか俺らはこんなに必死に働いてるのに生活保護の人は働いてないっていう風に、やっかんでるだけに見えちゃうんだよね、俺は。おう、うん、生活ね、1500円だったら働きたいと思う人結構いると思うよ。まあ、東京都内でかな。まあ、成田とかだったら1200円ぐらいでも全然豊かだと思うけど。おう、あ、ごめんね、V マーさん。俺、アスペルガー症候群って言って文面をそのまま捉えちゃうから、ニュアンスとかが、皆無なんですよ、読解能力が。それはね、俺の、その、障害者としての特性なんです。ちょっと申し訳ない。そこは。なんか、ボリューム多くなってもいいから、ゆっくりでもいいから、長文で書いてもらいたいかな。働いて生活保護の以下の収入ダメだな。そうそうそう。だから、制度自体が崩壊しちゃってると俺は思ってる。要は、俺が言ってるのは、生活保護の金額は今のままで全然いいから、働いてる人の最低限のボトムっていうのを国が保障してあげないと、おかしくなるっていう風に思ってるって感じかな。要は普通の人は生活保護を受けてるような奴らに迷惑してる。それがなぜそう思ってるのかっていう論拠を出してほしいって俺はずっと言ってる。俺はね、アスペルガー症候群と ADHD ってやつですね。自閉症スペクトラム障害ってやつです。要は発達障害ですね。要は俺らが必死に積み立てた税金なのに無駄に使ってんだって。あのね、俺は経済政策としては、貧乏な人にお金を回すのって一番経済効果があると思ってんの。道路とかに回すよりも、ね、生活保護の人で貯金してる人なんてまあいないわけよ。13万円しかもらえないわけだから全部使うわけよ。使ったら消えると思ってるじゃん。違うの。国の豊かさに変わるのよ。お金が回るんだから。そこが俺が言ってる税金とは何なのかとか、経済学を理解してないとダメだって言ってんの。絶対に使われる。だから大企業とかに助成金に回すじゃん、税金を。絶対国が集めたお金っていうのはどっかしらに使われんの。で、国っていうのはお金を使うのが仕事なのよ。どこに分配するかなの。だけど生活保護者に回したら絶対に使われるわけ。溜め込むことはできないから。でしょ？一番効果あるでしょ？だから俺は、みんなは自分の家計簿の感覚で言ってるんだけど、国家の運営に関して言ったら、どこにお金をばらまくと、この国が一番お金は回るのかっていう話をしてんのよ。わかる？絶対使われた方が、生活保護者が使ったお金で、経済が回るんだよ。だからね、こういう話があったの。2チャンネルでメガネ屋さんで働いてる人が、要は生活保護って2万4000円までのメガネ買えるんだけど、6000円のメガネ買えようって愚痴をこぼしたの。大手メガネチェーンの人が。ツイッターで生活保護者ムカつくと。あいつら無料で、ね、国家の税金で2万4000円も使ってると、6000円のメガネ買えようってツイートしてクビになったんだけど、そいつはバカなの。2万4000円使ってくれたら2万4000円分その会社は売り上げが上がったから、お前の給料にそっから出てんだよって。お前はメガネ店員としては一番高いものを買わせないといけないんだよ。これが分かってないんだよ。要は、なんでその女の人はそういうツイートをしちゃったかっていうと、私はこんなに労働環境でこれしかもらってなくて、私のメガネは6000円なのに、なんでこの人は6000円のメガネしか、6000円じゃなくて2万4000円のメガネを買ってるんだろうって、ひがみから来てるじゃん。でもプロとしてはあっちゃいけないのよ。会社の利潤同期だから、売り上げを上げれば上げるほどその人の給料と会社は増えるわけだから。そう。2万円、そう、2万円の方がお金が回るんだからいい方なんだよ。どう思う？ちゃんとあげる。アドさんの生活保護問題何だったの？揉めてる内容聞きたいのだが、生活保護自体全然悪くない。俺が言ったのは3年前お店をやっていたんですよ。カルシウムさん、花火ありがとう。まずね、俺は3年前にお店をやってました。
で、配信者貧乏なお客さんが多いから、まあカウンター席があると。で、お客さん生放送で垂れ流してたの、ニコ生で。で、リスナーさんが、俺に、例えばこの人に1000円分のドリンクをおごりたいっていう時に、リスナーさんがお金を出せる仕組みっていうのを作ったんですよ。要は、例えばコッペっていう生主がいるんだけど、コッペっていう子が画面に映ってると。この子にワンドリンク出してはどうって言って1000円俺に振り込むと。つまりこれって売り上げなんですよ。わかる？俺の主張ね。このお客さんが1000円払う分を誰かが立て替えてくれたと。誰かがおごってくれたっていうシステムを作ったと。で、それは、まあもちろんさ、家賃だったり、バーのお酒代だったり、ガラスとか人件費とか光熱費とか、いろんなものが入って1000円で売ってるわけじゃん。だから原価っていうのがあるんですよ。だけど、生活保護課は何を言ったかっていうと、ここに振り込まれたお金は全部和道さんの所得だから全部返せっていう風に簡単に言われたの。で、なんで俺がこれに不服申し立てをしてるかっていうと、ちょっと待ってって、あなたの役所の言い分を鵜呑みにするとこういうことですよねって。僕はリスナーさんから100万円もらいましたと、トータル。100万円振り込まれましたと、個人のお金ですと。で、勝手にこの100万円でお店を月10万円でお店を借りて、勝手に酒を買って勝手に売り上げたと。で、勝手に自分で用意したお店なのに、それをタダでおごったんじゃなくて、それを1000円分俺がおごったと、そのお金から。1000円おごったことになるじゃん、店の売り上げって。俺が振り込まれて個人で家賃とか用意して、なぜか自分のお店なのに、そいつの売り上げ代売り上げね、原価じゃなくて売り上げ代をそいつを立て替えて、で、さらに役所に返せってどういうことって。もうお金の流れ、キャッシュフローがめちゃくちゃじゃん。100万円分振り込まれて、100万円分おごって、100万円分原価かけて、さらに100万円返せってどういうことって言ってんの。意味がわかんないでしょ。意味わかんなくない？どう思う？めちゃめちゃだと思うの。だったら俺、やればやるほど損する仕組みなんだよ。意味がわかんないでしょ？どう思う？でしょ？うん。俺が言ってんのは、だから、ここに振り込まれたお金っていうのは、あくまでこの人を立て替えるっていうシステムなんだよっていう。現物はあったの？あったあった。役所に何回3年間ずっと説明してんだけどね。うん。口座を分けておけばいいっていう仕組みじゃないんですよ。この家店舗じゃないですよ。3年前の話ね。うん。わかった。俺はベーシックインカムはインフレが起こるからあんまり経済政策として得策じゃないと思ってる。なんでかっていうと、物価が上がるだけだから低所得者層を救う政策にはならないというのが俺の考え方。だから、強制的に生活保護、要は受給世帯、要は収入が少ないところに強制的に国が振り込むようにするっていうのが俺の大改案。お金持ちにお金を配る必要はないと思ってる。そういうこと、そういうこと。経費として計上認められなかったっていうことね。うん。そう。でも、なんでそれを俺が許せないかって言ってると、バーで働いてる人は、生活保護の人はバーで働いちゃいけないっていう風になるわけじゃん。だったら職業選択の自由を侵害してるっていう風に考えたってこと。発達障害は別に喋れる喋れないっていう病気じゃないですよ。多分ね、ゆかりんさんが思ってるの知的障害の方だと思います。障害って3つあるんですよ。本当は厳密に言うと4つあるんだけど、身体障害、知的障害、精神障害。で、知的障害の方のイメージが精神障害と結びつけてるんだと思うけど、簡単に言うと、知的障害っていうのは、勉強が、なんて言えばいいんだ、みんなが思ってる知的障害っていうのは、脳が子供みたいな感じなんだけど、精神っていうのは心の問題。要は、うつ病とか統合失調症とかだから、IQ は関係ないです。経費として認められるものでなかったら払わないとダメ。認められるものでなかったら。どういうことだろう、ちょっと、V マーさんの意見がよくわからないな。主語がわからない。新しいフォロワーさん紹介します。なんか微妙？赤文字さんフォローありがとう。あゆきまよさんフォローありがとう。認められなかったんなら、認められなかったんならって日本語はわかんないな。認められたらってこと？認められなかったら？認め
られなかったんなら払わないとダメ。認められなかったっていうのが憲法違反じゃん。だって税務署ではそれ通ってるんだよ、経費として。でも生活保護課がダメっつってんだよ。っていうことは俺不正受給やってたっていうことを自分でサインで認めないといけないんだよ。そんなことしないっすよ。で、100万円勝手に振り込まれて、勝手に俺が店、そのお金使って構えて、店っていうか遊び場だよね。10万円で家を、店を構えて、店の売り上げで、店、リスナーさんからもらったお金で勝手におごってたって判断されてんだよ。それって不正受給じゃん。そんなの無理だよ。経費だよ。どう考えても。保護課がダメって言ったらダメなんじゃないの？いや、だから俺はそこに対して不服申し立てをするってことよ。うん。バレるかバレないかっていう意味じゃないよ。論点は。国が生活保護的なのをみんなに振り込んでパチンコ三昧だとしても潤う。いや、っていうか俺パチンコ自体があんまり賛成じゃないかな。てか市役所の言い分だとタバコを買ってきて1000円渡されるもアウトってことだ。いや、そこじゃないんだよ。そこじゃないんだよ。そこが論点じゃないの、バレーニョさん。みんな不正受給が何なのか分かってないんだけど、お金は別に受け取っていいんですよ。ただ、受け取ったお金を全部申請しないと不正受給になるの。うん。うん。不正受給が何なのかを分かってないんだと思う、多分。発達障害や知的障害じゃないですよ。精神障害です。あ、赤文字さんありがとうございます。初見さん、楽しんでってください。噂、誰が噂してんのか分かんないですけど。楽しんでってください。だから今回は不正受給かどうかで、アスペルガー諸君、そう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 。うん。まあ、アスペルガーっていう言葉はもう現在、その医学界からなくなってるんですけど、自閉症スペクトラム障害ですね。申請しなかったらダメでしょ。だって二重にキャッシュを不正に、生活保護っていうのは生活を保障する制度なわけでしょ。だけど、例えば20万円もらって生活保護から13万円もらってさ、33万円の所得があることになるじゃん。それって違反じゃん。うん。だから20万もらいます、もらったらもらったでいいんだけど、20万もらいました。じゃあいくら返還してくださいねっていう命令が来るわけよ。だからそれ返せばいいの。そうそう、引かれるっていうのも違うんだけど、返還っていうのが始まるんですよ。うん。生活保護抜けて大変だとは何も思ってないんです、僕は。うん。そう、1円、要はもらうことは違法じゃないんだけど、みんなもらうことが違法だと思ってんのね。違う。生活保護の不正受給ってのはもらうことじゃなくて、もらった金額を隠すことです。うん。OK。ここがね、結構でかい誤解だね。アラミストを使ってますね、はい。アラミスト。鼻炎です。はい。アラミストです。よくわかったね。こんな小さいので。こんなのよくわかったね。うん。辛いっすよね。だから、まずそもそも不正受給かどうかで争ってないです。で、申告してなかったからだろうっていう人もいるけど、逆で、申告をきっちりしてたから、金額が明確にこれだけ返してくださいって言われてるのね。だから、なんか、申告してなかったっていう言い分の人、不正受給って言ってる人は、俺の件に関して何も分かってない人。隠したって言われてるんじゃなくて、要は何も分かってないリスナーがそう言ってるだけ。うん。申告を全部してたから、かっちりいくらいくらいくら返してくださいっていう書面が来てるわけです。うん。もらった金額を彼女名義に振り込みしたらバレますか？まずバレるかバレないかじゃなくて、彼女名義に振り込んだものっていうのは彼女に対して振り込んだものなんですよ。で、彼女からお金をもらったら、その金額っていうのを書かないとダメ。言ってる意味わかる？要は送金が彼女に対して行われたわけじゃん。だから彼女が受け取った金額なんですよ。だから彼女が税金とかを申告する義務がある。それを彼女がどういうふうに僕に渡したかとかそういうことじゃないの？だから、基本的に自分が受け取ったお金っていうのは全部申告しないといけない。じゃあ返そう。え、なんで返すの？おかしいでしょ？俺が返すのを認めたっていうことは、俺が不正受給したっていう証拠になるから、俺はそんなこと絶対できないですよ。おちんちんバイトなら頑張って。自分の連れで生活保護なのにスクーター乗ってるんだがいいんかね。許可が下りる場合は結構あります、原付は。生活保護なのにおごったと判断されて不正受給ってなってるので、ね。おごったって判断じゃないんですよ。簡単に言うと、もう一回言うね。俺がお店をやってました。お客さんが画面に映ってます。お客さんのね、一杯おごるっていうのをリスナーさんができる仕組みを作ったの。
リスナーさんが今来てるお客さんの何番テーブルの誰々さんに俺1000円振り込むから、1000円で1000円分のドリンク出せと。俺は物を出してるのよ。言ってる意味わかる？で、この振り込まれたお金っていうのは個人の所得、要は店の売り上げじゃなくて俺にお小遣いをくれたっていうことになってんの。市役所の言い分は、あ、区役所ね、区役所の言い分そうなってんの。でもどう考えてもそれ、俺が1000円もらって俺がドリンクも出してさらにこのお代も出したことになるんだよ。意味がわかんないじゃん。それでさらに1000円国に返すって意味わかんないじゃん。なんでそんなことやるのって。1ヶ月目でそれを指摘してくれてたら店辞めれたじゃん、まず。だけど3年後にいきなり言われたの。ガッと100万円分。それは市役所が言うのは理解できる。なんで理解できるの？その解釈で合ってる？マジで言ってんの？そしたら自営業なんか全部できないよ。マジで言ってんの？それ自営業の経験あんの？大丈夫？大丈夫？めちゃめちゃ。どうしていたら認めてくれたんでしょうか。リスナーさんが店に来て現金をその場で払ってたら認めてますね。はい。要は、振り込み自体がダメだっつってんの。店に来て払ってくれたら OK だっつってんだよ。うん。違うんだよ。おごるのは認めてないんじゃないの。役所の言い分わかるの？大丈夫？大丈夫？それってどういうことかっていうと、このポイントもおかしいっていうことになるんだよ。めちゃめちゃおかしいよ、それ。それ多分ね、自営業をやったことが、これどういうことかっていうと、これ役所の判断おかしい。例えばだよ。例えばどういうことかっていうと、野菜を払いま、野菜、俺が八百屋さんだとしよう。で、インターネット八百屋さんだとしよう。ネットでやってると。ね？これわかんない人がいるのか、大丈夫かな？例えばどういうことかっていうと、ね？八百屋さんだと。野菜を買いに来た人がいると。で、お代っていうのをネットで振り込むからって。わかりましたと。で、私の娘が払うからって言ったらアウトなんだよ。言ってる意味わかる？そういうことだよ。要は、インターネットで八百屋さんの代金を振り込む仕組みを作りました。で、娘から振り込まれました。これ、トマト渡してるのに、トマトの売り上げは、トマトお前が渡しただけだ。店の家賃も勝手に店構えただけだ。お前は、娘さんから金をただでもらった、何の金か分かんないものをもらったんだって言ってるんだよ。これでまかり通るの？みんな。相当頭悪いと思うよ。それアウトなの？そしたら世の中にある店って全部成り立たなくなるよ。うん。違う、支払いなさいじゃないの。支払うとは言ってんの。売り上げで上げれないんですよ。身内だからじゃない、他人でもいいんだよ、別に。物渡してるってバーだから。俺バーやってたの。ドリンク出してるの。うん。いや、競馬のね、馬券の経費を認める認めないはちょっと違う。要は、口座を経由してるかどうかだから。うん。言ってる意味わかんないかな。うん。自営業でも誰かのためにお金払うお客さんいるよ、いっぱい。バーで言ったらこの人の分払うわっているでしょ。え、みんなない？居酒屋で例えば俺と誰、たくみさんとレクチとってみんなで飲んでて、あ、ここの分俺出すわってあるでしょ。ない？本当に店出てるのか。いや、出してる、うん、ない？あるでしょ、うん、割り勘なんだ。あ、そう、役所の勝ちなんだ。法律は、そう。アンナさんの言う通り、簡単に言うと。普通にあるよね。多分ね、でもこれは、すげえな、頭悪いな。店舗はどこなの？日新宿。あ、違う、歌舞伎町。うん。もうやってないよ、ちなみに。もう何年も前の話だよ。収入認定をちゃんとすれば何にも言われないんじゃないの？ごたごた何言ってんの？収入認定してますよ。はい。収入申告ね。認定をするのは役所だから。すげえな。うん。弁護士には相談してないです。もう、リスナーさんに結構話したんですけど、これは 100% 勝てるって言われてるんで。今はしてないっす。
バレーニョさんの指摘は面白い。俺は何を売ったかっていうと、リスナーさんに対しては、この人に対してお酒を出すっていうサービスを売ったんですよ。わかる？税理士さんに相談したら、こんばんは、ゆきさん。トイレ行ってくる。サービスを売ったなら役所が正解。売ったってことは商売認めてるじゃん。商売じゃなくて個人の所属だって言ったんだよ。役所が言ってるのはどういうことかっていうと、名前も知らない、誰かわからない、会ったこともない人からお金がお前いきなり振り込まれたんだって言われてんの。俺はそうじゃないでしょって言ってんのよ。バーでこの人におごるって言うから商品を出してるから1000円振り込まれたんでしょっていう証拠が残ってんのよ。じゃあ振り込む？いきなり。見ず知らずの人に振り込んだことある？ ないでしょ。なんだかわからないサービス、何をするのかもわからない。だけど1000円お前に振り込むわなんてありえないじゃん。それ役所はそれあるって言ってんだよ。めちゃくちゃでしょ。なんでこの人は1000円振り込んだのかって、この人におごりたいからっていう明確なルールを敷いてるからでしょ。どう思う？誰だかわかんない人にいきなりランダムで振り込む？1000円、2000円とか3000円とか。それを言ってんだよ。いや、確認してるの。で、保留、保留、保留にされてたのよ、3年間。伝えてる、伝えてる、全部知ってて言ってんの。それの論拠もある。だから役所と揉めてるわけじゃなくて、役所の言い分は、生活保護法に書いてあるの。個人の口座に振り込まれたものっていうのは所得としてみなすっていう一文を採用したの。だから、俺はその法律がおかしいっていうことで争うことになるってこと。そういうこと。龍馬さんの言うこと。だけど、そんなこと言ったら、生活保護の人は自営業できないじゃんっていうので、職業選択の自由を侵害されてるっていう法律、俺が、訴訟を起こすんです。だから役所の言い分も一理あるんだよ。俺は役所と喧嘩してないからね。ちょっと、ジュース買ってくるわ。そういうこと、メロンの言ってること。正解。そうそうそう、ニコニコ本社のやり方が、ニコニコ本社は違法であるって言われたの。
のんたいるよ。そうそうそう、ハリセンさんの言う通りで、俺はそう、今更になってこんだけ多額の請求をしてくるっていうことが間違ってると思ってて、1ヶ月目で指摘を受けていれば、そう、店を辞めるっていう選択肢があったわけじゃん。その機会も放置してたのは役所側だから、そこに関しては責任があると思ってるね。ゆゆさんね、全然論点違うから、ゆゆさん全然論点違う。なるさん、初見さんいらっしゃい。そう、職務怠慢だと俺は思ってる。そこは三つ目の指摘ですね。これ三つ不服があるんです。今回の件に関しては。3年間放置する案件じゃないでしょ。寒い。一度認めたものを返せって、認めるんじゃなくて保留だったの。うん。だから保留にしてたのは向こう側じゃん。うん。新しいフォロワーさん、うどんさんフォローありがとう。後出しじゃんけん、まあでもそこはね、裁判所も決めるところだから。まあね。振り込まれたお金は売上として税務署では認められた。認められたよ、もちろん。うん。欲しいもので、そう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 。だから、システムが当たりすぎて、法律が遅いんだよ。ニコニコ本社の差し入れシステムとか、欲しいもリストに近い考え方で。でも、国としては認められてるわけですよ、それ。だけど、生活保護法にそんなことやるやつを書いてなかったの、条項として。要は、新しいことやりすぎちゃったんですよ。でも普通に考えて、これが認められないっていうことは、生活保護で自営業で個人の口座を使えないっていうことだから、俺はおかしいと思ってるね。生活保護って月節約すればいくら残る？例えば、俺、家賃6万円なんだけど、13万円もらって、家賃6万だと7万残るでしょ？で、電気代、水道代、光熱費とか、まあまあ、あと、インターネットの回線と、等々で、まあ1万5千円ぐらい飛ぶじゃないですか。で、いくら残る？ 5 万5千円。で、食費1日1000円。1食500円を2回だから、1000円でやってたのね。まあ、それが贅沢かどうかは置いといて、お米買ったり卵買ったり自炊したりね。で、3万円かかるでしょ？ 2 万5千円残るでしょ？2万5千円残って、あとは、そのトイレットペーパーだの何だの買うじゃん。で、大体1万円ぐらい残るっていう計算なのね。で、まあそっから服、T シャツを買ったりとか、まあまあ好きなお金を使うっていう感じかな。うん。いや、13万、だから最低限度の文化的な生活を、だから、少ないかどうかわからんよ。うん。それってアンチの通報から出た問題な。いや、全く？うん。確かにそうだよ。その仕組みが納得いかないなら、市役所は強く止めるべきだよね。金額でかくなるまで保留にし泳がせて一攫千金するのは間違ってる。そこはでもね、第3番目の論点で、俺はあんまり強く言ってるところじゃなくて、これがもしまかり通らないんだったら、生活保護の人は自営業できないっていうことになると。これは憲法違反で職業選択の自由を市役所が制限してるっていうのが俺の第一論点。で、第3論点がさっきのところでしょ。で、第二論点っていうのは、俺は、その、お金をリスナーさんから不特定多数の人から振り込まれて、その人勝手におごって、ね、全く知らない人から1000円振り込まれて、勝手に1000円おごって、勝手に店を構えて、勝手に酒用意して、で、勝手に1000円返せって言われて、返すと思うかっていう。そんなこと世の中で行われるわけないでしょっていうのが俺の第二論点なんですよ。こういうサービスがあります。こうこうこうです。この人におごることができますっていう約束のもとに振り込まれてるわけですよ。うん。別にそこに違法性はないじゃん。うん。
まあ生活保護っていうのはその最低限の生活を保障する制度なんで、僕はそこに対しては意義は全くないですね。ストレス最高さんフォローありがとう。勤労努力が足りない、そこは全然言われてないですね。意味が分かんないんです。新宿ですね。税務署で認められたらその部分で税務徴収してるわけだから二重に請求されることになりませんか。なりますよ。だからもうめちゃめちゃなんですよ。本来は貯金一切できない世界の貯金はね、一応裁判で何回か認められてるケースがあって、大体100万以下ですね、認められてんのは。厚生労働省の通達では、市町村等税務関係機関の調査または意見を持って参考することになっている。税を認められた生活保護で整理するのはおかしい。そう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 。だから法律わかってる人とか、あの自営業やってる人だったらそれはおかしいっていう意見がもう本当に多数。ただ憲法違反まではワドを言い過ぎじゃないとは言われてる。憲法論争じゃなくて、要は経費を認めさせることは可能だよとは言ってくれてる。 100% 勝つと。ワド経費分、要は俺はこれを全部払わないって言ってるわけじゃなくて、利益分が俺の所得でしょって言ってんの。100万円ね、リスナーさんからトータル100万円振り込みがあったけど、家賃を引いて光熱費があって酒の仕入れ代を抜いて残った分が俺の給料じゃんっていうのが俺の主張だから、これの分に関しては生活保護より多くもらってるから俺は返すって言ってんの。言ってる意味わかる？じゃないと俺がプライベートで店を勝手に用意したことになるじゃん、生活保護の中から。意味がわからんっつってんの。そんなことしたら不正受給でしょって。それを国がそういう風に不正受給の方にプッシュするってどういうことってなるのよ。国がそういう風にやれって指示してることになりますよって言ってんのに、わかんないんだよ向こうは。意味がわかんないじゃん。リスナーからバンバン金をもらえと。で、店とかを勝手に作ってお客さん呼んで、お客さんの金を全部お前が出せと。で、金は返せと。これが言い分だよ向こうの。そんな生活保護者にそんなこと許されるわけねえだろっていう。バカかよっていう。そういうこと、そういうこと。いい質問、いい質問。これ読んでみんな。超いい質問来ました。トシさん。自分の携帯電話が誰かに壊されました。事故で壊されました。ね。で、弁償してもらうために、その弁償代を振り込まれました。で、携帯電話を直したと。お金をかかったから、手元には0円ですと。ここまでわかるでしょ？そしたら、その4万円かかったとするんだ、携帯電話直すのに。その4万円返してくださいって言われたらどう思う？これです。このケースです。まさに。怒るでしょ。4万円俺使ったんだと。これ保証するために直してもらったんだって話じゃん。だから4万円は俺の携帯電話を元に戻すために保証されたから、こう、それ現金だったら OK だったんだけど、口座経由したらお前の所得だって言われてんの。返せって言われてんの。まさにこれ。これいい、トシさん。この例えいい。そしたらみんな怒るでしょ。これどう？まさにこのケースなの。どう？これ、すごいいい例えだと思う。超いい例え。これも、ちなみに、新宿区の、考え方だとアウトになるんですよ。お金返せって言われるの。おかしいでしょ？間違ってるよね、どう考えても。いや、これと全く同じことだよ。ちょっと店だから複雑になってるけど、これですよ、まさに。そう、法律が追いついてないの分かるでしょ？初見さんいらっしゃい。だから要は、法律に書いてある通りに動いてる。要は、個人の経由したお金っていうのは全て所得とみなすっていう一文を守っちゃってんのよ。こんな法律がおかしいじゃん。そういうこと、俺が言いたいのは。狂ってます。だから、かっちりかっちり1円単位で申告しすぎたからこう起こってる問題なんだよ。不正受給とは程遠いの。逆逆。申告をしてないから返せって言われてんじゃなくて、申告が細かすぎて返せって言われてんの。働いてますけど。はい。尻もしないので、
とやかく言うのやめてください。はい、働いてます、僕。とにかく口座経由は全部、そういうこと。うん。生活保護だから。ゆかりんさん。生活保護だったからね。うん。そう、だから俺が前例がないから和道みんなやれっつってんの。総裁判応援するって言ってみんなリツイートしてくれてんの。要は和道がやったらこれ前例がないから裁判が変わるかもしれないから法律変わる可能性があると。要は生ポ法案は和道法案ができる可能性があるから共産党とかが食いつくからみんながリツイートしてくれてんのはそれなの。もう和道面白いわって。今回の件は前例がないから、訴えろ、訴えろって応援してくれてんの。それで俺のツイッターに書いてある応援してくれる人は、これを拡散してくれてんの。今67人いるんだけど、俺、67人が、ちょっと待ってね。67人がこの法律どうなるのかどういう結果になるのか面白いからこれ和道が悪いわけでも役所が悪いわけでもなくて法律の不備だから和道戦えって言ってくれてるのこのツイッターそう、うんうん、そう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 バレーニョさんの正解です。じゃあそれをさらに他人が振り込んだらどうなるのかっていうのもプラスするけど基本的に役所の言い分っていうのは口座を返してるからダメっていうこと。そう裁判所の判断。面白そうだよね。うん。儲からない自営業を始めて生活保護をもらえますか？生活保護は自営業かどうかを、まあ、最初の方の放送を見てくれたらわかると思うんですけど、職業において、どの職業の人を生活保護から対象外っていうのはやらないはずですね。はい。初見さんいらっしゃい。事実と照らし合わせて判断すべきだけど、役所としては法律通りに動く。そうそうそう。だから役所に対しては怒ってないよ。うん。むしろお互い裁判するのは同意でやってるから。うん。これは納得できないんで、この部分に関してはお支払いしませんと。で、不服申し立てを経て、それが通らなかったら、裁判で訴えますって言って、わかりましたって言われてるから。揉めてないです。うん。和道が負ける可能性は、親戚ではなく他人が振り込んだから、それを見知らぬ人が和道にプレゼントしたという論も納得できる。それが納得できるっていうのが、俺は理解できなくて、っていうことはだよ。全く見ず知らずの人が、なんだかわかんないから俺に振り込んだっていうことになるんだよ。で、なんだかわかんなくて振り込まれたの俺がおごったって、人間がやる？見ず知らずの人がカウンターに来て、俺その人にどんどんおごることになるんだよ。やる？メロン。なんだかわかんない人が俺に振り込んで、俺が見ず知らずのお店に入ってきた人をランダムでおごっていくんだよ。やるか？やらないだろ。それどんどん俺がやればやるほど赤字になるんだよ。で、100万円分払って100万円国に返還するんだよ。やるか？売れば売るほど倍赤字になってくんだよ。俺頭悪すぎるだろ。うん。事業所得の口座は分けてないです。で、アラピノさんの指摘はよく受けるんですけど、みんなね、それはね、青色申告の仕組みを理解してない。例えば、和道っていう口座を作ったとしても、それは個人所得の個人口座です。はい。世の中には事業用の口座っていうのは存在しません。名前がついても個人契約なんです、あれ、全部。だから、もし、事業用の所得の口座を作ったとしても同じことが起こってます。はい。やらないでしょ？でも、役所はそれをやったって強弁してるんだよ。めちゃくちゃでしょ？うん。そんなにバカじゃねえわっていう。いつ裁判するの？正式に通達が来てから3ヶ月以内に不服申し立てをして、その結果が出てから裁判です。おごりの感覚で捉えられてて、さらに返還しろって言われてんのよ。新しいフォロワーさん紹介します。餃子ラブさんフォローありがとう。意味がわかんないでしょ。俺が見ず知らずの人から金受け取って、なんだかわからない金を受け取って口座に振り込まれてたから、その金で誰だか知らない人にどんどん酒おごってたんだよ。自分で酒買って。意味がわかんないでしょ。どこにそんなバカがいるんだっていう。うん。
分けてると証明しやすい。法的な根拠は全くないです、そこは。証明できるかできないかで争ってるわけじゃないんですよ。だから極端な話を言うと、授業用の講座を設けてたとしても同じことになってたってこと。バカと判断されたんだよね。意味わかんないでしょ。そんなナマポいるわけねえだろうっていう。どういうことだよって。例えばみんなが生活保護を受けてます。俺が100万円ドンと振り込んで、みんなが100万円で勝手に、あ、100万円入ったから店作るわっつって、半年間家賃60万払って酒代30万入れて、それだけでも金かかって、売れば売るほど利益が出て回収しようと思うじゃん。そうじゃなくて、その金で事業も用意して 酒も用意して、さらに来たお客さん全員にどんどん自腹でおごってくんだって。バカじゃないの。で、そのトータルの金額を返せって言われてんの。意味わかんないでしょ。なんだその店っていう。不正受給どころじゃなくて頭悪すぎるだろうっていう。酒だからダメっていうのはどういう理由なんだろうね。もしそれを言ってきたらさらに憲法違反で訴えるけど、俺は。酒で商売してる人世の中に5万といるのに。それが生活保護を受けてる人はダメですって言うと、俺はもうブチ切れますね。違憲だって言って。どうなの？納得できる？それ言われて。VMAX さんは。酒の通信販売は免許がいる。酒で通信販売やってませんよ、僕は。正直者はそうそう、そういう感じだね。まさにそういう感じ。正直すぎてアホを見たっていう。その店行きたい。そうだよね。ただで店主がおごってくれんだから、酒飲み放題だよ。バカじゃねえの？そんな店ねえだろ。仮に和同株式会社って名前で口座作っても、銀行は企業名じゃなくて和同株式会社っていう個人名として捉えるから。法人だからね。ただ、責任はないですよ、僕に。変な話、無料の飲み放題やってるよ。そういうこと、そういうこと。そういうこと。しかもそれを俺が原価を自腹で切ったん。生活保護の身分で自腹でやってるっていうの。だからこれ認めらんないっつうのは、それ不正受給でしょって言ってんの、俺は。意味わかんないじゃん。なんだそれって話だ。俺は事業としてやってたわけだから。そういうことよ。はい、こんばんは。事業を始める前に役所に確認しとけばよかったね。俺は、龍馬さん、なんでそれを、ね、もちろんバーやるっていうことは伝えたんだけど、なんでそんなことを役所に説明する義務があるのかって言ったら、ないの、ね、職業選択の自由があるわけだから、役所がこれはやっちゃダメっていう権利がないの。それこそ憲法違反ですよ。生活保護を受けてる人は職業限定される差別でしょ。それはそれで怒りますよ、僕は。マジカル先生、こんばんは。どっちにしろブチ切れてたと思う。それを言われたら。それはそれで多分生活保護受給中に裁判を起こすと思うよ。自営で受給額より超えたりしない。受給額に超えたんじゃなくて所得はありましたよ。その分に関しては返還するって言ってます。いや、バーやってたんですよ、昔。今はネットで稼いでます。プロ配信者です。まあこれくらいにしようか。大体伝わったでしょ。OK ですか。僕の主張分かった。怖い人分かんないですね。怖い人ですかね。分かんないですね。OK、 大体分かったら手を挙げてください。和道の言い分も薬草の言い分も分かった。どこで揉めてるのか理解できた、できました。皆さん、話題変えていいですか。話題変えてよかったら次の話題行きたいです。はいはい、ありがとう。100万円じゃないんだけどね、現実は。頑張ります。じゃあ、この枠一回閉じます。次枠はですね、自由にやりたいことで仕事を得るのは是か非かみたいな話をしたいと思います。要はインターネット配信とかで遊びながらお金を稼ぐことは善なのか非なのか、みんなで話し合いましょう。はい。
もし、次の放送を見てくれる人がいたらフォローしてください。ありがとうございました。みんなお疲れ。次枠行きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。